部さん。は？一緒にお昼ご飯食べない？眠るのを邪魔しないから、あなたのそばでお弁当食べていいかしら。この卵焼き食べてみる？はい。あでしょ。おいしい。あきくん。何？はい。あん。なんて言ってはくれないよな。卵焼き？代わりに私が手当てしてあげる。そこに座って。はい、これでいいと思うわ。あなたも喉乾かない？飲む？ありがとう。どういたしまして。浦部さん、私浦部さんとお友達になりたいな。ダメ？ダメ。友達はいらないわ。そう。でも、あ、お母さん来て。この指口にくわえて。手から血が。浦部さん。ん？あなたのことでちょっと聞きたいことがあるの。舐めて。今まで感じたことのない甘さ。そのよだれを舐めて、浦部さんが今まで感じたことのない甘さって思ったということは、浦部さんと椿くんってキスはまだなんじゃない？ん？ええはい、ウインナーのベーコン巻き。